はい、というわけで今日なんですけど、なんか緊急でちょっと今動画撮ってるんですけど、急遽なんかね、イベントが追加されてるんですよね。まあ、二つほどね、追加されてると思うんですが、とりあえず一点目がですね、これ、バイクと衣装とリュック出てるんですよね。なんかどうやら、なんかインしてなんかイベントをやっていくとなんかクリアすればいいみたいな感じですよね。なんかいつも通りの企画だと思うんですけど、これね、これ貯めて600になったら永久でもらえるみたいな。でこれトルクっていうバイクなんだけど、これね過去にないんですよね。この衣装も多分過去にないと思うんだけど、でこれすごいのが、ほらオレンジ枠なのに改造があんの。オレンジ枠何これ、なんかちょっとね懐かしい感じもしますけど、赤青みたいな、なんかちょっと色変わるみたいなね、うん、改造があるので、これはちょっとねみんなやらざるを得ないんじゃないでしょうか。まあ性能に関してはそんなに強くない、ぶっちゃけ。どれで比べればいいかな、まあ、これ今ね一番人気あるあのアンチグラビティね、これと比べると、まあ、こんな感じで結構ね最高速とか劣るんですけど、まあこれはね中級者としてまあしょうがないかなと思うんですけど、まあ加速はね、まあ、かなり速いです。安定感もないし方向転換もあるし加速も悪い。結構悪いんだけど。まあただこれさ、ただで取れるので、無料でね、もらえるので、これちょっとかっこいいよね、見た目ね。重厚でさ。まあ皆さんよかったら取ってみてください。あとね、なんかね、金銃がただでもらえちゃうみたいな。ちょっと待って、どこ行った？緊急すぎてさ、これ。10連ガチャチャレンジ。毎日ログインと任意モード累計10分戦う。これ多分任意モードってのは普通の通常マップとかそういうことだと思うんですけど、まあ、10分戦うと、まあ、挑戦回数が増えるみたいな。そんな感じですよね。で、やり方がですね、これね、ステージ1。ダーツが全部ダーツボードに当たると挑戦クリア。まあ、練習してみましょう。これ、いきますよ。はい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 。これでクリアなんですよ。全部あの、ダーツが被っちゃうと弾かれるみたいな、そんな感じなので、これ30連以上毎日無料で回せるんでしょ？で、最大160連分回せるらしいので、これはいやもうやらなきゃもうダメ。皆さん、無課金、未課金の方も、廃課金の方ももちろんやらなきゃダメですから、これ。早速ね、挑戦いきましょうか。これ、ステージクリアすると、右下にあるね、青いチケットが飲めます。で、チケットを消費することによって10連ガチャが引けると。いきます！いきます。こういう時ミスるんだよね、俺。はい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 。来い。来い。オーケー！成功！オーケー！成功です。ステージに、おっと、挑戦チケット。これ3枚貯めていきましょうか。ダーツが全部当たるとクリア。これ早くなるのかな？あ、ちょっと早いぞ、これ多分。あ、待って！ちょ、嘘でしょ？これ。もう本当に、まあこれね、むずい。むずいな、これ。頑張りましょう、これ。え？チャレンジが足りません。回数を増やしましょう。ふざけんな、おい。まあ、一回10連ガチャ引きましょうか。あれ、これ、毎日30連引けんじゃないの、これ。20連なのかな？わからない。30連以上無料で回せる。え？無料で回せる？ちょっと待って。トータルで6つのステージがあるんだ。挑戦、まあ、とにかく、ね、無料で回せるらしいです。報酬全部見てみましょうか。ああ、重地系ですね、これはね。で、この衣装が出たらもう泣くしかない。うん、これ外れですね、完全に。まあ、待って。結構、ちょっと当たるかわかんねえぞ、これ。まあ、行きましょう。10連目行きます。まあ、チケット貯めて引くのでもいいと思いますけどね。はい！はい。はい。そういうことです。僕は何か言いたいかって言うとそういうことです。ちょっと練習してみましょう、これ。はい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 。いけるよ。お、待って、7本。はい。はい。いけるんだ、畜生。もうなんだよ、これ。まあ、こういうね、金銃が無料で、もらえるというか、まあ、当たる10連ガチャが160連ぐらいに全部で引けるそうなので、これ皆さんやってみてください。さあ、というわけで、一斉行きましょう。これ、死んだら終わりクエスト。いきます。いや、10連しか引けなかったな、俺。まあ、最大でってことですね。最大で160連引けるらしいので、うん、まあ、皆さんやってみてください。でも今日土曜でしょ？急にアプリ来たんだけど。全くさ、やる気もなく、いや、やる気もなくって言ったら語弊があんな。全くね、動画撮る気もなく、今日お休みでーすと思ってさ、配信だけしようと思ったの、ビッグ戦。たださ、急に出てきてさ、マジビビったんだけど。頼むから、アップデの日、木曜日だけにしてくれますよ。ずれちゃうんで、いろいろね。予定がさ、なんか、荒野行動に動かされてる自分がちょっと切ないよね。さあ、ちょっとね、今回はもう全部イモらないで、完全に全突の構えで、全突の呼吸でいきたいと思います。はい、古い。はい、死後でーす。じゃ、まず全突するにあたって、サッカー場ですよ。サッカー場じゃねえっす。サッカー場じゃねえし、これ。サーカスなんだ、これ。サーカス劇団？サーカス。はい、サーカス。安田大サーカス行きましょう。さあさあさあ、誰も来てねえだろ、どうせ雑魚と持つ。よっしゃい、行きましょう。ゲー。ゲー。ゲーゲーゲーのゲー。一人来てますね。よっこいしょー。はい、行きましょう。はい、10出てこい。10ない。やばい、10ない。やばい。10ない。なんだ、お前。10ねえじゃねえか、これ。ちょ、待て。
待って、あったあったあった、銃あった銃あった銃あった、危ない、上上がったよね今ね、出てた、おい、そこ何もねえぞ、そこ何もねえぞ、おい、声かけてきましょう、何もないですよーっと、どこで、近い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 、上か、痛い痛い痛い、下行った下行った、おい、そっちのは何もねえぞ、おい、何にも、ちょ、迎えに行きましょう、何もないんでね、なんか撃たれそう撃たれそう、痛い痛い痛い、なんか武器持つでしょあなた、武器めっちゃ走るやんこの人、あ、武器持った武器持った武器持った、お、待って、起きくれ、ちょ待って、高レベルなことしやがるなこいつ、死にそうなんだけど俺、ちょっと待て、落ち着こう、一回話し合おうじゃねえか、俺が悪かった、完全に俺が悪かった今、危ねえ、こんなとこで決まって、アベシってさ、終わるわけにいかないから、まず。そんなね、バッドエンドなしですよ。よっしゃー、こっから俺が、無双していく様を、皆さんにご覧いただこうと思います。今見つけたやつは、必ず仕留めます。ああいうやつを見逃していいことないですから、やっぱり。上か？ちょ、いないいない。怖っ。怖っ。見えない相手怖っ。ちょ、待って。上？どこ？武器持ったろ、お前。絶対武器持ったろ。あ、撃った撃った撃った。どこだ？どこ行った？近くでやり合ってる音は聞こえるけどな、全然見えないんだよな、あ、いや、なんかそこにもいますね、オッケー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 、はい、1キルゲッツ、はい、今日の目標は、残り47人なので47キルです、どうだ、怖えな、一人ね、逃げ回ってたやついんだけど、絶対もう武器持ってるから、あいつ俺のこと多分恨んでると思うんだよね、起きぐれとかしてくるような、おっと、足跡ゲッツ、足跡ゲッツ、どこ行った、中、あ、ちょ、まっ、危ない危ない危ない、はい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 、俺の勝ち、おい俺の勝ち、お疲れ、危な、負けたかと思ったよ、で次の敵を探しに行きましょうか、物資もそんなあざってないけど、まあ、敵からもらえるでしょ物資は、まあ、せっかくだからアベシ引かしちゃう、とどろかしちゃう、とどろき次郎しちゃうこれアベシ、よっしゃお前ら、どっからでもかかってこいおら、よっしゃ敵が全くいない、いやくごねえかな、ちょっと怖えな、お、なんか銃声聞こえる、そっち行きましょうか、戻る感じだけどしょうがない、おいおいおい、やりすぎ工事だよおい、何かを撃ってるってことは誰かいるってことだよね、え、なんか近いぞ、銃声近いぞ、銃声近いぞおい、銃声が近い、あ、うん、はい、俺の餌、俺の餌発見、下でやり合ってるね、あ、いた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 、これ違う、アビス、なんだこれなんかボットよりボットっぽかったというか、止まってましたね今、あともう一人ね、どっかいるんだよなこの辺に、おい出てこいよ、おい、あ、足跡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 、これ中だな、ん、え、ちょっと待って、え、は、そこ下か、何下ってある、下田光る、危ない危ない、ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ、マジ死ぬマジ死ぬ、危ねえこいつ、どこ、上か上か、危ない危ない危ない、ちょっと待って、危ない危ない危ない、マジ危ない、はぁ、俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え俺に言え、くだらないライブは僕からばって流しとけ、最高にクールな時間の始まり、 Listen on the country, Hololive ステージも淡いな。